もうランプは起きてるかな。まだだよね。お、宇宙さんの機関士。お、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響で。キラーファンタジー始めていきましょう。引き続き落ちこぼれフルーツタルト。ねえねえ、楽しいところどっか知らない？すみません。ありがとう、助かった。アイドルの世界 TV。 私はさくらいぬ、今をときめくアイドルです。車両クエストです。多分何か低予算で私たちの個性が出せるようなアイディアはないか。アイディア、ということで第10節。属性。水属性。出発。悪くないね。お、あれ、もう、え、どうした？こうじゃないの？ロック、
お、そうだとや。どうかな、そうそうそう、応援の力はすごいんです。どうだ。好きな相手です。あ、相性がいいのか。来週一食。守りもしっかりしなきゃ。わあ、今は集中してください。誰も怪我させません。それわあ、これでうまくいくといいんだけど。どうだ。難しくなってきたな。これだったら紫属性ですね。紫属性だったら確実に外れはなさそう。月属性、桜井イノ。したが、お金がないなって印象でしたね。どうしようロコドルとかチアフルーツ感もあったな。アイドルだからな。なんと、どうだ。こんな辰巳孝太郎かな、マネージャーが。素晴らしい。
くよ。あ、止まるんじゃないぞ。え、見えてる？来た来た来た、これを見てください。チラシ配ってましたね、第一話。お、ごめんね、見えない。観客がゾンビかよ、ゾンサガ要素。守りも大切よ。もうあの勝ちに行かないといけないな。必殺の一撃。攻撃相手は間違えた。手加減しませんよ。手加減しなくても結構強いな。痛い。まあそんなにダメージ食らわないです。私の力を貸すわ。攻撃は最大の防御。攻撃力落とした。チャンス。やらせないわよ。サポートします。くらえです。痛いなこれ。まあでも倒せば終わりですからね。健康一滴。お、96残った。ちょうどいい感じ。難しそうね。何するんですか。うまくいくといいんだけど。皆さんのやる気をアップします。倒しちゃうな。マネージャーキャラ、マネージャーのヒカサキャラ、フルーツタルトだから自身のみか。無茶すんな。結構無茶させすぎですが、倒すしかないか。やりました。何か低予算で私たちの個性が出せるようなアイディアはないか。ですよね。はい。いや。何がどうなってるんだよ。ま、待ってくれ。多すぎるかじゃないの。はい。お。ブライアスかな。つまり。いいの？なんと。シャーク。なんだよそれ。つっかかりすぎ。どうでもいいよ。あの
ええ。お、問題映像。どうせエッチなことをしたんでしょ。ん？わからん。はい。あ。つまり。うへへ。ええ。植物的、結構植物的だよな、はい、やっぱり。ダメじゃん。なんと。確かに。もう。いや。そんなの。何ですか。私がルールブックです。また見せ物みたいになるなんてまっぴらごめんだ。ほう。もう。え、これは皆様ピーアイマスをピーみたいに。お、なんだ、来た来た来た。うわ、怖っ、卑怯だぞ。終わり？終わりですね、シナリオクエスト。あっという間。新曲のイメージが湧いてきたかも。あと何日かな、何日か。ちょっとは余裕あるかもね。ということで、シナリオクエストクリア。収集クエストですね、次回は。やテレビ放送も、2話。配信の放送もついに始まりました。いや、1話見ましたが、結構、えげつなかったですね。なんかもっとひどくなるらしくて。まあ、エロ、お金。でしたね。汚いプリちゃんかな。まあ、秋アニメの本命にしてたんで、音楽はすごい良かったな。なんか、ロコドルやチア、さっきも言ったけど、ロコドルやチアフルーツ感あって、まあ、その差がもうちょっと入ってた。まあ、懐かしい作りになってましたよね。ということで、今後も、次回以降の放送を楽しみにしたいと思います。ということで、落ちこぼれアイドル異世界 TV シナリオクエスト終わりました。ゲーム動画でイコールですね、チャンネル登録、高評価、歓迎しております。ぜひよろしくお願いします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。